一の鳥屋根崎神社は、千葉県市原市姉崎にある神社。式内社で、旧社格は、剣社。地名は、姉崎であるが、社名は、姉崎とする。祭神は次の五柱。古事記、日本書紀では、慶向天皇40年、日本穂高が統制の際、橋戸の海で、暴風雨にあったが、火の音立花姫の犠牲によって、 カズに上陸することができたとする記事が見える。社殿ではその時のこととして、日本穂高が宮山大で、音立花姫を忍び、風の神である品と弁命を祀ったのが創建とする。また社殿では、日本穂高の死後に父である、慶光天皇が、日本穂高の縁の地を歴訪し、姉崎神社に、日本穂高を合祀したとする。さらに、 西武天皇5年には統治を支配していた、上海上国の宮津湖のお尻塚多の命が、雨の子屋根の命と再見柱神を合祀したとするほか、李中天皇4年には、お尻塚多姫命の孫のお試験命が、大佐崎の命を合祀したとする。伝承の真偽はつまびらかでないが、姉崎一帯では、大型前方後円墳を含む姉崎古墳群の分布が知られ、 上海上国の宮津湖の勢力の中心地であったと推測されている。国史では、元行元年に、姉前神に、聖五位下君後等の神海が授けられた旨や、元行八年に同神が、聖五位上、君後等に少女された旨が記載されている。延長5年成立の、演儀式神明帳では、和佐国海上群に、姉崎神社と記載され、 式内社に列している。平安時代中期の和名称に見える地名のうちでは、当地は海上軍、馬の号に否定される。かつては同じく式内社の島穴神社と深い関係にあり、神輿が両者を行き来していたという。明治維新後、近代社格制度では、県社に列した。昭和61年には火災に遭い、本殿と神木が消失した。 現在の本殿はその後に再建されたものであり、神木は焼け残った芽から育て直されている。境内には、浅間神社他数社が鎮座する。姉崎神社境内には、松の木が生育していない。これについて、姉崎神社の神が松を嫌う由来や、地名の起源として、以下の諸伝章がある。また、宇治国域内でも正月に松を飾らないという。 風習がある。従って、角松を飾ることも避けられ、松ではなく、榊を用いた、門榊が飾られる。他に、イワシの頭などの魔除けや、紙媒体の角松用紙で代用とする過程もある。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。